卓越したスピード、それはジュビロ最終ラインを守る加賀の大きな武器である。自分が出せるスピード以上のスピードをこう体感することによって、うん、よりこう速い、もっとさらにスピードの速い動きができるようになりたいなっていうのが一番の目的じゃないかなと、うん、で相手フォワードっていうのは大体においてスピードの速い選手が多いので、そのスピードに対応するためにもやっぱり自分自身がもっともっと速くなりたい、もっともっと強くなりたいっていうところが強いんじゃないかなと思います。自分のスピードを最大限に生かしてカバーリングと前への読み、パスカットとかインターセプトを積極的に狙っていきながら、いい守備からいい攻撃に移れるようにやっていければいいかなと思います。やっぱサッカー選手にとって一番の永遠のテーマだと思うんですよ、スピードっていうのは。もうやっぱトップレベルですよ、現地は。やっぱり1対1に対しては絶対的な自信が彼はあるだろうし、少々背後を取られてもスピードでカバーできちゃうっていうか、もう健一が抜かれたらもうある意味しょうがないなっていうぐらいのところに到達してるんじゃないかなと思います。スピードに加え、もう一つの加賀の代名詞ともいえる、それはハードなマーキングである。やっぱ一発で背後を取られないことだけは気をつけてますね。はい、あと自分としては相手からボールを奪うことはもう徹底してやっていこうって思ってるんで、1試合で何回ボールを奪えるかっていうのは自分の中で課題というか、いつも思ってやってますね。昔は結構人にはもう思いっきり言ってた、みんな印象があると思うんですけど、で自分もあったんだけど、まあ簡単にファールしてしまうとっていう、イエローもらったりするとっていうのもだんだん考えるようになってきて、まあ、ディフェンスやって試合始めて、初めの時に考えるようになってきたんで、まあノーファールで奪えれば一番いいし、イエローもらなければ一番いいんですけど、まあ、そういったところであんまり無理して取りに行っても相手にセットプレーのチャンスいるし、各チームにそのキッカーも上手い選手いるんで、無駄なファールをしないようには心がけてるんで、はい、行く時は行きますけど、もっといけんじゃないかなみたいなのありますけどね、球際の部分とか強くいってもいいんじゃないかなっていうのは自分で思うんで、センターバックとして代表目指していけるように、代表入れるように頑張っていければいいかなと思います。今シーズンよりデジタルマッチデーが始まりました。試合の見どころや選手のインタビューなど読み応えたっぷり。ホームゲーム前日から PC、
スマートフォン、携帯でご覧いただけます。ホームゲーム前にはジュビロデジタルマッチデープログラムをチェック。この素晴らしいこの試合がエコパで行われること、それでそういう意味でもぜひこのジュビロさんに勝っていただきたいというふうに思っておりますし、今まで日本勢の1勝2敗ということでございますけども、まあここサッカー王国静岡としてはぜひジュビロさんに勝っていただいて2勝2敗のタイにしていただきたいなというふうに思っております。 J リーグとは違う南米のスタイルのチームとゲームができるということは我々にとって非常にいい経験ですし、選手の成長にもつながると思っています。 J リーグの代表チームとして恥ずかしくないゲームをして皆さんに喜んでもらえるように精一杯戦っていきます。素晴らしい環境の中で素晴らしい場所、素晴らしい相手とできるので本当に感謝をしたいと思います。去年のナビスコカップのチャンピオンということでこのような試合ができるので本当に嬉しく思ってますし、やるからには勝利しか考えてないので、勝利目指してしっかり頑張りたいと思います。ありがとうございます。タイトなスケジュールではありますけども、ぜひ、勝利目指してチーム一丸となって戦っていきます。選手たちも精一杯戦いますので、ぜひエコパスタジアムまで足を運んで、声援してください。エコバってことで、自分たちのホームでできるんで、勝利目指してしっかりと頑張りたいと思います。足を皆様に運んでもらうことが、ジュビロの力になるので、本当に熱い声援よろしくお願いします。駿河銀行チャンピオンシップ2011、ジュビロ磐田 VS インデペンディエンテ、8月3日エコバスタジアムにてキックオフ。サバーでジュビロ TV プラスが始まります。7月1日初回はなんと僕山田裕樹です。皆さん見てください。